さあ、はい、今日もこの2週に続いてフリーダムズ、はい、フリーダムズです、はい、カムイ選手、カムイ選手、はい、残ってもらいまして、はい、で横にはコネリちゃん、はい、そうですね、はい、大ファンなんでね、はいはい、カムイさんといえば、ありがとうございます、もうときめいてるからな、私、ありがとうございます、もう この部分が大好きなんですよ、はい、めっちゃ局地的ですね、この角度がマスクさんの失礼ですよね、いやもうちょっとね、プレイでしたけどね、デザイン的な問題、芸人のアカンとこ出たわすぐ触る、外車見たらすぐ触る、マスク見たらすぐ俺あとねちょっとコブラツイストかけてたから、あれほんまはヘッドロック痛ないやろとかね、痛ないやろとかね、痛ないやろとかね、中条来てみ、中条早くかって、彼大丈夫ですから、大丈夫ですから、ここでヘッドロックだけ、あんま座ったもん、顔だけ座ったもん、ここで痛いな、痛い、ほんま痛いかどうか気になっちゃう、なんて言わないですか、はい、これヘッドロック、ほんま痛いかどうかだけ、本物ヘッドロックはどうなんですか、本物ヘッドロックはですね、はい、相手の痛いところもあるんですけど、痛い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 や、またまた痛いから、またわかる、はい、続いて、はい、続いて、ヘッドロックです、ヘッドロック、はい、お願いします、はい、痛い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 俺の歯は保険金、俺の歯は保険金、もうええから、もうええやつ、欲望で投げるためにクビに聞いちゃうんです、芸人今はもうごめんなさいね、カメさん、すいませんね、なんかね悪く映ってしまって、本当に分かっていただいたんで、悪く映って、もう何のとこもなくて、本当すいません、いやでもね、はい、僕もね、昔やってましたけど、めっちゃ痛いのよ、ほんであのね、あの地味な技ほどね、痛いですね、あ、言いますね、うん、関節とか、今なんかあいつが言ったけど、こう入った何かが痛いとか、はい、そうですね、はい、やっぱ決める場所っていうのが本当数ミリずれたらやっぱりもう決まらないんで、ね、はい、ポイントを抑えてやると本当に痛いですよ、だからヘッドロックってテレビ見てたりしてたらあれこうやるけど、なんやのこれ、はいはいはい、別に意外とそんなんでギブアップした人見たことないやん、いや確かにね、まあいないですね、ギブアップ見たことないやん、いないです、でもやってもうたら、いやさっき映ってんけどな、藤田ずっと背中叩いててダップダップ、いや分かってます、4の字固めみたいにダップしますからね、痛すぎて痛すぎてダップしますよね、むっちゃ痛いですよね、痛いですね、確かに、でも僕ら素人が見たら派手な飛んで跳ねての方が痛いとか華やかに見えますけど、はいはい、あの痛さ伝わらない分辛いですね、あそうですよね、地味なやつの、いやそれ飛んでバーンっていうのも痛いと思うよ、あれ痛いけど、そんなんヘッドロックとか、なんかあのブレンバスターもあれも痛いでしょ、ブレンも痛いですね、痛いは痛いですけど、はいはい、自分たちはまあ受け身の練習してね、はい、しかしかもうこれがすごいと思うんですよ、格闘技でね、強いやつは別に受けんと勝ったりするじゃないですか、うん、でプロレスは絶対受けなダメじゃないですか、うん、だからそれも練習せなあかんからさ、しんどいっすわね、そら、そうです、もうどっちかっていうと自分は受け身の練習ばっかりやるんで、そうやろな、はい、ほんで聞いたら背骨折りたてや言うやろ、そうなんですか、ちょっとあのはい、去年ちょっとデスマッチでちょっと高いところから落ちてちょっと背骨の方を折りまして、うん、そうなんですよ、はい、背骨、はい、入院、はい、即入院で、はい、うん、その試合コスチュームのまま運ばれていて、試合コスチュームのまま入院して、うん、はい、もうそのまま2ヶ月
ぐらい、とりあえず寝かされてたんですけど、はい、あの寝てるだけでとりあえず神経には異常なかったんで、はい、まあ、なんとか、あります、はい、日にち薬やつでしょ。でも寝るだけでしょ。もう本当自然に治す。そうですよね、 それしかないですよね、はい、寝ながらあの、まあ、リハビリがちょっと充実してるとこやったんで寝ながらもう次の日にはもう始めた筋トレ、はい、もうやってるね、はい、でも聞いたことあるんですよ、筋トレなんて筋肉落としたらもうダメなんでしょ。あ、そうなんですね、はい、もう一回でも落としたらとんがつかへんみたいな、はい、もう一回落ちるとまたそれを回復させるのにちょっと時間かかるんで、もうちょっと時間なかったんですよ。大事な試合まで本当2ヶ月だったんで、もうあのちゃんと治るのに2ヶ月ぐらいって言われてたんですけど、それで治ってたらもう間に合わへんので、もう急いでもうすぐ、あ、とりあえず筋肉落とさんとあの復帰したいなと思って、はい、もう次の日にはホームプロですね、それってね。ね、それなんで、なんで背骨の骨折ってどういう、はい、どうやって骨折するの、背骨の骨折緊張にそういうやついないですあの、歯保険金で直したやつ、はい、ふかつにして痛いよ、指踏まれたとか言ってるけどね、背骨、あ、まあ自分たちデスマッチっていうのをちょっとね危ない体験、ちょっと過激なする言うでありますね、はい、でちょっとあの矢倉建築現場の足場をリングの横に組みまして、でその上から飛んだりとかそういう戦いできるんですけど、それで相手の選手と上に登って殴り合いしてたんですけど、殴られた瞬間にちょっと強すぎてそのままピューって自分そのまま落下していったんですよ、それで背骨を折ったって感じですね、はい、そんな笑いながらそんな、ねえ、いやいや、それ痛いで、ほんま痛い、もうほんまにそれは痛いです、単純に痛いです、はい、10センチ上からここ落とされても痛いね、痛いですよ、ほんとにちょっと中をやってみて、もうええ、追ってや、一回追ってやどんな音するか、笑えないねん、聞きたいにいや、だからそこまでやっぱレスラーの皆さんっていうのは素晴らしいんですよ、うん、ぜひともこれはね生で見てほしい、生でお金出して見てもらったら、なんかまたこう怖いだけじゃなくてそこにはなんかまたねロマンもあるし、でこうやっぱ生で見なあかんね、何でもそうです、頑張ってください、どうもありがとうございました。ありがとうございました。